はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。今日はこの鉢巻きをつけてます。まあ鉢巻きというかねじり鉢巻きですね。まあ4年に一度のお祭りということで、お祭りというとこのねじり鉢巻きかなと思って今日はこれをつけてます。で、今日作っていくのはスムージーです。で、今日使うものはすべて福井県産、まあ福井で作られたお野菜を使ってスムージーを作っていこうと思います。で、昨日買い物に行ったんですけれども、その時に最近よくスーパーでその地元の方、農家さんが作ったものをその場で買えるっていうのが多いと思うんですけれども、昨日たまたま買い物に行った時にその農家の方が野菜のこう補充に来ていたんですね。で、その時にね、ちょっとお話ししてすごく気になったので、話をしていろいろと聞いて、その方と一緒に今日は野菜を選びました。で、今日使うものがまずこちらです。これ初めて見ました。これオクラです。赤オクラというらしいです。このオクラを生のまま、これ茹でるとまたいつものオクラグリーンに戻ってしまうので、その方もね、生のまま全然食べれますよっておっしゃってたので、今日はまず赤オクラを生のまま使います。そしてこれです。じゃん、これ分かりますか皆さん。これお花なんですね。これ何のお花かといった、これ何のお花かというと、これはオクラの花らしいです。で、これも初めて見た時にこれオクラの花って書いてあったんですね。で、オクラって花が咲くんだって全然知らなくて、で、これもその農家の方に聞いたら、まあこれもまあここの部分はね、こうカットするんですけれども、それ以外は生でね全然食べれますよとおっしゃってたので、今日はこのオクラの花も使います。はい、そして次はこれ、つまみ菜です。つまみ菜、これも福井県産です。つまみ菜というとあまりちょっと食べる機会っていうのが今までなかったんですけれども、ちょっと栄養価的なことを調べてみると、ベータカロテンが豊富に含まれているので、まあ美肌にいいということで、今日はこのつまみ菜も入れます。で、ブルーベリーです。ブルーベリーが抗酸化成分ポリフェノールがたっぷり入っていることでも有名です。このブルーベリーを入れてきます。はい、そしてこれも福井のスイカです。スイカです。で、スイカはですね、約 90% が水分って言われているので、まあ熱中症予防、体を冷やす役割がありますので、まあ、熱中症予防にいいと思います。はい、ということで今日はこの福井のお野菜、そして果物、まあいわゆる地産地消ですね、を使って美味しい福井県スムージーを作っていこうと思います。はい、それではまずこのザルに入れてお野菜洗っていきます。はい、それではね、しっかりとお野菜洗ったのでこれをカットしていきます。赤オクラです。これを入れます。中はね、こんな感じです。まあ赤くはないんですけれども、この周りは赤いオクラです。はい、そして次はこのオクラの花入れます。こうね、切ってるとこのネバネバ感がやっぱり出てきます。オクラの花が入りました。そしてつまみ菜入れます。はい、たっぷりと。はい、そしてブルーベリーです。たっぷり入れます。たっぷりと甘みが欲しいのでたっぷりスイカ入れます。はい、お水はほんと少なめです。はい、それで入りましたね。赤オクラ、そしてオクラの花、つまみ菜、ブルーベリー、スイカ、全部福井県産です。これをスムージーしていきます。はい、それではスイッチオン。はい、出来上がりました。今日はね、ちょっと色が濃いんですけれども、早速コップに注ぎます。結構色がまあ黒というか茶色、紫っぽい色です。それではいただきます。うん、なんだろう、ぶっちゃけ正直飲みにくいと思います。ブルーベリーとスイカを入れたことでね、若干味はまろやかですけれども、それがなければちょっと飲みにくいかなと。まあ風ちゃん野菜が好きなので大丈夫ですけれども、ちょっと野菜苦手な方にはね、ちょっと飲みにくいかなと思います。でも美味しいです。やっぱりね、作った野菜を作った方の
顔を見て、そして話をして買うっていうのがすごくやっぱり安心できますし、やっぱりその作ってる人をね見れるっていうのはね、すごくなんていうのかな、いいなと思いました。作った方の思いであったりとか、まあ、こういう風に食べたら美味しいですよっていうアドバイスとかもね聞きながら、野菜を選ぶことができたので、本当に今回勉強にもなったし、本当に良かったと思います。またなんか皆さんもね、地元の野菜であったりとか、まあ、農家の方ともしお話しする機会があったら、なんかいろいろね会話しながら野菜選んでみたらまた違う楽しさがねあるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、ということで今日のこのかずえちゃんスムージーはおしまいです。それではまたね、バイバイ、また見てね。